こんにちは、リンパケアサークルイルフアの鷲見です。今日は天気痛のケア方法についてご紹介していきたいと思います。最近ですね、梅雨が明けたんですけど、天気が不安定で気圧の変化が大きい日が続いてると思います。実際僕の方も昨日も急に大雨が降ったり、気圧がその安定してないんですけど、こういう気圧の変化が大きい時に天気痛といって、大きいのがその頭が痛いとかなんかだるいとかっていうのが多いんですけど、その原因っていうのは気圧になります。気圧の変化をその感じる器官っていうのが耳の奥の内耳っていうところがあるんですけども、気圧が低くなるっていうことを感じた時に交感神経に対して刺激が入ってしまう。交感神経刺激がその体調、頭が痛くなったり体調が悪くなったりっていうことの原因になります。で、今日は内耳に対して行うケア方法を行っていきます。考え方としては2つあるんですけど、先ほど言ったみたいに内耳っていうのは気圧を感じるっていうことで、交感神経刺激によってそういうのが起こるよねっていうことと、あともう一つは内耳っていうのは中がリンパ液です。これはもう多頭式リンパケアのリンパ体液循環にかかってくるんですけども、体液循環が悪い状態、中のリンパの循環が悪い状態になってしまうので、ちょっと動きが悪い状態だと思ってもらったりです。動きが悪い状態のところに圧力がかかってしまって、キュッと締めるっていう風な交感神経刺激になるんですけど、流れが悪いところに締める、動きが悪いところに動かないようにするっていう刺激が入ることによって、より動きにくくなる2つの要素がありますので、2つの要素両方を解消するケア方法になりますので、ぜひ参考にしてみてください。やり方としては、副交感神経刺激をしながら耳の周りの咀嚼筋ってのを緩めて循環を良くするっていうのが一つ大切なポイントになります。まず咀嚼筋の咬筋ってほっぺたがあるんですけど、そこに触れながら、反対の手で耳たぶの付け根に触れながら、後ろ回しにくるくる回してください。で、この時に触れる手も弱いし、回す手も弱く、 1,2,3,4,5,6,7,8 で、続いて今度はここです。こめかみの付近ですね、こめかみのその頭の上というか側頭部になるんですけど、ここのところに触れながら耳たぶに触れましょう。この側頭部のところに側頭筋っていう、これも咀嚼筋になるんですけど、それに触れながら耳たぶを 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8、 本当は回数何回でもいいです。それを3セットぐらい、 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8、 1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,3,4,5,6,7,8 って、あともう1セットぐらい繰り返してください。で、繰り返すことによって、こうやって触れていただいた時に柔らかい感じがしたり温かい感じがしてれば OK です。で、動かして楽な感じがあってもいいです。副交感神経刺激だったり、筋肉が緩んで循環が良くなる状態ってのは、温かく柔らかく軽く、それは感覚なんですけど、感じるようになりますので、それを感じながら楽になったねと感じたら、今度は反対側を押してもらうっていうことを、交感神経刺激が行き過ぎることで体調が悪くなるので、副交感神経刺激を入れることによって交感神経刺激を落とす、ね、役割にもなりますし、内耳のリンパの循環を良くするっていう効果もありますので、ぜひ参考にしてみてください。こちらの動画が面白いと思ったらチャンネル登録のよろしくお願いします。